あ、そこ右。手に入るといいですね。オッケー。うわぁ、あーごめんなさい。大丈夫、大丈夫。ちょっと、お嬢様ちょっと荒々しいですよ。失礼いたしましたね、今回。まあ、女子会では荒々しさも大事ですから、ね。そう、この方には負けてられないですから。そうね。よっしゃ、ごめんください。じゃあ、買い物始める。はい。期間。じゃあ、ちょっとここで待ってよっか、一緒に。繋がなくて大丈夫ですか？あ、もう大丈夫。あの、もしかしたらオンブする、はい、ちょっと武装なできる？監視一旦カメラ壊すか？一番最初。まあ恥ずかしいからね。そう、ね、恥ずかしい。あ、そうそう、恥ずかしいから。そう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 、そうそうそう、覗き見とかありえなくない？じゃあ壊すね。じゃあ始めます。始めます。今ね、買い物恥ずかしいからちょっと壊すわ。そう、そう、でも水鉄砲だから大丈夫だよ。そう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 、あの、高圧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 の、あ、大丈夫です。私がさっきコンビニ行った時に同じことしてる方いました。ネイルちゃん、Eの筋肉で、はい、武器を手に持って、 そしたらEの筋肉ピッて出てくるから、そしたら押す。いいですか？うん、これ。うわー、綺麗だー、かわいい。綺麗だな、めちゃくちゃ。そう、あれですか、ね、自動で買い物できるタイプの。あ、そう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 、はいはいはい、近未来だ、近未来今あるって言いますもんね。うん、うわ、かわいい、すげえ、めっちゃかわいいな、綺麗。バイキング形式なんだ。あ、こっちのキラキラも綺麗だからね。本当ですね、リングがありますよ。うん、ここにないかな。じゃあまた、まただな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。彼女にあげたいアクセサリーあるんですけど。おー、何色か。じゃあどんな色がいいかな。なんかこう特別感のあるような。あー、それって他の女性に聞いちゃっていいんすか？すごいじゃん。いや、まあ一応アドバイスとして店員さんに。アドバイスか。うん、アドバイス。クマちゃん何してんの？どうしたん？あ、緑バッキーあったばっかじゃない。なんか可愛いのないかなと思って。カワイヤじゃねえよ、探してたの。そう、うん、ちょっとダメだよ、終わったら。いや、あ、いや、あの、やっぱあの、わかんないじゃん、ガラス越しだとさ。うん、ダメダメダメ、終わっちゃダメ、終わっちゃダメ。店員さんに言って。あ、言ってる言ってる。あの、接客してもらってるんで、あの、水差すのやめてもらっていいですか？今彼女のアクセサリー決めてもらってるんです。あ、大丈夫です。ここあのバイキング形式で後で払うやつなんで、うん、大丈夫。あー、なるほどね、はい、アンブレラの女の子の聞いて、全部割れなかったら大丈夫。買いに来たっていうか、物理的に奪われる。あの、今宝石売ってもらってるんで。あの、ほら、主学にある。どんなのが好きかな。ほら、こっちは何か。あ、いらっしゃいませ。ちょっとダウナー系いるんだけど。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。本日はどのようなものをお探しで。ハンドガン持ってるよ。怖くない、ここで。純金、水鉄砲、水鉄砲。やっぱ護身用だよ。それですと、指輪、ネックレス、ピアスなどいろんなものがございますが。いらっしゃいませ。ピアスですね。ピアスだと、両耳につけるのと片耳につけるっていう、ね、そういうパターンも選べますが、いかがなさいますか？あ、もう全部買い物終わった。なんか見たけどね、いいのなかったや。いいのなかった。じゃあ帰る。帰るか。うん、じゃあ帰ろうか。3分間アタック禁止と。うん、どうする？どうする？オッケー、ありがとうね。どうする？どうする？女子だけにする？やっぱ女子会だから女子だけだね。確かに女子だけ。確かに女子会だから女子だけ。でも女子会だから女子だけ。一人怪しい人いる。まあ、ローズ女子だ。どっちだ女子会です、女子会。そう、だから女子会で、あれだ、チェイスだ。今日一日女の子だ。一人やべえ。今女子一人フェードアウトしてたんだけど。あれ？女子会チェイスだ。ただその前にな、メラちゃんは話さなきゃいけないから。メラちゃん、はい、一回話すな。あ、じゃあ捨ててください。痛い。もちろんですよ。私、運命の方を探しにこの町に来たんです。あなたが私の運命の方ですか？え、やめたほうがいい。それはマジやめたほうがいい。やめたほうがいい。やめたほうがいい。さっき彼女にプレゼントしたいって言ってたんですよ。おいら、彼女へのプレゼントなんか、ここの現場そうか、食べれるんだ。いい匂いしないか、なんかめちゃくちゃいい匂いですよ。いい匂いする。やばい、やばい、こいてこい。今からだ。今から女子会だからな。女子会マジ女子がね、足らないから。車2台にできない、これ。ボイナ様とおっしゃるんですね。え、私、ボイナ。みんな、よろしくお願いいたします。みんな女子になったらいけるでいいんじゃない。そう、みんな女子になってくればいい。今日女子だったらいけるよ。あー、オッケー。ああ、ちょっと全員オッケーか。なんかあれですね、福山でお願いします。なんか、大丈夫です。男どもも
マルコ、マルコ、あなた久しぶりだな。マルン様は私の運命の方のお一人だとおっしゃってました。誰が？マルン様です。マルン終わってるわ。エビコも行くわよ。かわいい、かわいい。私なんかあなたそこかわいいでしょ。かわいい、かわいい。女子力低くて、まあそうなの。1個あげるからなんか着替えなさいよ。いいの、マルコよ。1個あげるからこれちゃんと着替えなさい。もう女の子言わないでちょうだい。この街の最先端のファッションよ。運命の方を探しに来たんです。やばい。でも今は一旦で黒いバンダナつけてるじゃないですか。女性女子会マルンキッズ。いやキッズやめろ。あーえぐいわ、それえぐいわ。じゃあそっちの色これで歌歌ったんだよ。ないな、マルコよ。マルコキッズ、マルコ、あなたうるさいわよ。マルコ、おーちょっと待って。私は天下リンクいらない。天下リンクはいらない。左やついります。うん、あの青い髪の方は女性じゃないんですか。女性だわよ。もう今ね、あなたも女性なんですね。ショートカットの素敵な女性で。男じゃない。あれあれはダメじゃない。あれはダメだな。あれきついか。あれちょっと違う。わいせつって陳列剤じゃん。真反対じゃない。ちょっと。痛い。なんであなたこっちに並んでる。怖いよみんな。頑張ろうよ。なんでみんなミニスカ。天下リンコ久しぶりよね。天下リンコよ。いけない先生。なくなりました。え、よろしくね。私、父兄ですわ。なるほど、父兄なの、ね。でもそういう女の子本当にいるわよ。私、おしゃれなの。このコートの下なんかちゃんと着てます。私着てますわよ。コート脱いでちょうだい。ちゃんと一回脱いで脱いでみなさいよ、あなた。脱いでみてちょうだい。よろしいかしら。一緒なんだけど。あれと一緒。チャレンジなの。父兄なんだ。出ないじゃないですか。私もないんだ。私はどうなってるかしら。 あんま覚えてないわ。じゃあ何、女性ああ、なるほど。そっち、1、2、3、4、5、6人、6人。私はでもメラさんをお送りしますわ。 あ、そうだよね、ありがとうございます。うん、なんで着替えた。あ、でも天下リンコです。いいよいいよ、もう色物で追えばいいや。服を追うよ。あと多い、あと多い、全然ありますわ。色物戦リーダーは寝るよ、こっちの上で。なんでよ、なんで色物しないの。ネルさん、ネルさんいなくなったらちょっと大変だよ。あなた主役やって。ネル先輩がお願いして、これ嫌だ。主役って主役以外で何よこれ。ローズどういうことやろ。あなた恥ずかしいの、恥ずかしくないの、どっちなのよ。セクシーショットピンクね、あなた。怖いよ、怖い。後にやっぱりここ来るね。そしたら、そうで完全に男なんだ。ローズなんであんな凛々しく立てられるのかしら。ね、でも怖いわ、こっち見てて。今ここで胸元とか危ないから。近い近い、困りました。離れたところに。あなた近いわ。はい。よろしくお願いします。よし、じゃあ楽しんでください。行こうよ。皆様。ありがとう。気をつけてね。頑張るわよ。事故らないようにね。あれ、なんでここにいるの。あ、あ、ごめんね。あやめないでいいわ。天下リンコ、行きます。いやーよー、一緒にタコパする約束してたでしょ。一緒に行くわよ。どこに行くの。いやーよー。あー、リンコマジで気持ち悪いな。逮捕よ。クマコ逮捕まで。クマコ行くわよ。クマコ行くわよ。行くわよ。なんで倒してんの。一人撃ってたみたい。この子が撃ち込んできたの、銃いきなり。私最後の、私ゴミ車すぎて最後の抵抗撃つしかなかったわ。でもこれ共犯でみんなつくわよ。いいよ、ごめんなさい。いいよいいよ、警察つくわよ。大丈夫だ。あれ、あれはもう一人は、わ、あれあれあれ、もしかして、あれ、いや、3人でやってた気がするね。そうだな、全員捕まっちゃった。あー、強いな。金髪いる、ほらほら、ここに、ほら、全員捕まっちゃ、私金髪じゃない、ピンクよ。あれ、またここにもう一個あるの。待って、一人捕まってんじゃん。あれ、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 あ